はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントをいただきました、ありがとうございます。俺の装備のダメなところを教えてもらいました、ありがとうございます。装備はまず、回線時に何かが起こる装備をつけた方がいいよっていうところですね。はい、確かにその通りですね。バトルファンタズムの時って、テンションもゼロからスタートですし、バイキルトとか入るとかなり有利になりますよね。なのでまずはそういうところを、改善していった方がいいそうです。なので今日はちょっとね、装備品を作っていこうと思います。まずはね、俺が調べたところ、武器ですね。武器で、両手剣、ヒューザが装備できるやつですね。で、ケイオスブレード。まずはこれをね、作った方がいいんじゃないかなと思いました。これの能力が、回戦時 10% でバイキルトなんですよ。で、片手剣でバイキルトかかるやつがあればいいんだけども、片手剣ではありませんでした。なので、ケイオスブレード。とりあえずこれを装備して、ヒューザのバイキルトがかかる確率を上げるということですね。で、それプラス、あとは無知ですね。無知。ボイドアンカー。これでも、バイキルトがかかりますので、まあ、装備できるやつは主人公と、ダストンぐらいだけども、まあ、これを装備してもいいんではないでしょうか。で、プラス、扇だね。扇は結構重要かなと思いました。これ、必殺の扇。これが回戦時 5% で貯めるなので、まあ 5% ではあるよ。5% ではあるんだけども、フーラが最初から、マダンテとかが使えるようになるので、精霊の風とかね。なので、これはフーラには絶対最初装備した方が良さそうだね。うん。とりあえず武器は、そんな感じ。あ、あとブーメランだ。ブーメラン。遊び人を装備する、使うのであれば、ダークスター。これは絶対装備しないといけない。回戦時に 10% でバイキルト。うん。まあ、これでバイキルトがかかったら、メテオエッジに変更とか。うん。装備品は、すべて戦闘中に変えることができるので、まずはこういうね、バイキルトとか、そういうのを入れなきゃいけないんだな。んで、防具でも、そういうのが、あるよね。まず、盾だったら、聖女。うん、絶対これはつけなきゃいけないね。回戦時 5% で、聖女の守りでしょ。んで、兜でも、クリムゾンヘルムか。回戦時 10% で食べる。うん、これ、ヒューザとマイユには、まず装備してた方が、いや、違うか。ヒューザ、マイユは、あれか。極獣を装備して、バイキルトを、確率アップした方がいいのかな？うん。で、アンルシア、ダストン、ラグアスは、まあ、これで貯めるがあるよね。うん。最初から貯めるって結構やっぱ強いもんね。で、帽子だったらばもう間違いなくこれだな。極獣の帽子を、ヒューザ、マイユ。うん。あとは主人公なんかに装備した方がいいね。で、戦闘が始まったら装備を変えるとかだな。で、交流の道着。これがね、会心率が 10% 上がるんですよ。会心率はそんなに必要ないかな。まあ、確かにあった方がいいんだけども、それよりも、バイキルトとか貯める確率を上げた方がいいんではないかな。うん、外貨の鎧とか、これもバイキルトがかかるので、アンルシアには、まあ、最初の回戦時にはつけてた方がいいよね。バイキルト 10%。うん。そういうのをしっかりとやっていこう。あ、黄金紙も貯めるなんでね。まあ人によっては貯める方がバイキルトよりもいいかもしれない。服はない。あ、服はもうこの極獣だよ。うん。これでバイキルトかかるからね。これでいいんだ。で、鎧下は特に、あ、あった。黄金紙のグリーブだ。あ、これは装備してる。うんうん。貯める 5% ね。まあ 5% だけども、結構発動することがあるので、いいっすよね。
で、残りは、あ、マギ氏はね、全部タメルがついてんだけども、これダストンか主人公だけなので、いらないか。まあ、とりあえず、回戦時に何かが起こる装備っていうのを全て作って装備してみましょう。OK! 完成しました。こんな感じですかね。主人公遊び人がダークスターバイキルト 20% でしょ。で、聖女で、聖女の守りが発動する。まあ、他はこの装備しかできなかったんだけども、まあ、とりあえずダークスターと聖女で、アンルシアが盾はいきなりゼレス対等をしないで、まずは聖女の盾で聖女の守りが出るのをちょっと期待する感じですね。で、黄金紙の兜で 5% 貯めて、黄金紙のグリーブでさらに 5% で、外貨の鎧でバイキルト 10% ですね。何かしらつけとかないと、まあ、確かにもったいないですもんね、回戦時にかかるってやつが。で、ヒューザがケイオスブレード 15% でバイキルトで、極獣帽子がさらに 15% バイキルトの、ケープで 10% バイキルト 40% でバイキルトなんで、まあ、ほぼほぼ回戦時バイキルトが入るんではないでしょうか。うん、ヒューザーはもう間違いなくこれで OK だね。で、フーラが必殺の扇 12% で貯めるですね。と、あと聖女の守りがつく聖女の盾、はい。で、ダストンが天使の鉄槌で天使の守りで、聖女の盾でさらに聖女の守り、まあ、30% なんで結構かかりやすいでしょう。で、黄金紙のグリーブと頭で 10% 貯めるでしょ。で、バイキルト、うんうん、いいんじゃないですかこれで。眉は、頭と鎧で 25% のバイキルト、うんうん。で、ラグアスは、ダストンと同じく 10% の貯めると、10% のバイキルトですね。で、聖女で 10%、ラクリマタクトでさらに、聖女の祈りが 50% です。はい、まあ、とりあえずこんな感じになりましたけども、うん、いい感じじゃないですか。とりあえずこれを装備していって、で、戦闘が始まったら装備を、ダークスターだったらメテオエッジとか、うん、で、鎧は全部ね、巻いてに変えていく感じですね。こういう風に戦っていけば強いんだな。うん、うん、俺はなんかもうそのまんまの装備でずっと戦ってたんで、装備を変えるっていうのが重要らしいです。まあ、確かにその通りですね。はい、ということで今日は、回戦時に何々が起こるっていう装備を全て作ってみました。これでだいぶ戦闘力は上がったと思いますね。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。